エヴァライフチャンネル、ヨネアンです。太郎です。今日なんですけども今日なんですけども、まあ、みんなも大好き、太郎も大好き、今年もう気になって気になってしょうがないあなたのためにフェラーリ、はいはい、2023年型マシンがどうなるのか、ほう、はい、一説によるとですね、はいはい、あのフェラーリ あのフェラーリ思想を捨てて、はいはい、うん、うちもチャンピオン取りたいんで、すいませんコピーしますってことでレッドブル型になるんじゃないかと、はいまあ、そんな見出しが踊ったりもしている、はいはい、オフシーズンではございますけれども、はい、これ実際 どうなの なんか そんなそういう、まあ、ほら火のないところに煙は立ちませんから、火のないところに立つのが F1 ですよね、まあ、書いたら勝ちですか、ね、確かにほらレッドブルはチャンピオンになったけどでもほら太郎さん的には別にレッドブル型がチャンピオンになったんじゃなくてタッペン型がチャンピオンになったっていう、はい、あの解釈だから、そうですね、それ言うとレッドブルのコピーしたチームが別にトップに立ってるわけじゃないですからね、うん、他のチームは。そう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 、うん、まあ、それでもなんかそんな話が出るっていうのは、でもあのフェラーリの車かっこよかったよ。そうですか、うん、まあ、かっこいいからの速さはまた違うのかもしれないけど、うん、何実際なんかそういうあのレッドブル型のあの思想がいいんじゃねえかみたいな空気があるわけ F1 界に、まあ、コピーしてるところは大体レッドブル型コピーしてますからねみんな、うん、あ、そうか、あの序盤戦に、うん、あダメだと思って変えたところっていうのは、まあ、あの下をえぐるのがレッドブル型、エグルトよりは、まあ、サイドポッドのこの上をずっと後ろまで続けて下にストーンと落としてくるっていう、その落としたところがリアタイヤの前まで引っ張ってくるっていうのがレッドブル型です。なおかつ下はえぐっといて、あの下の霧は外に流すみたいな感じの考え方ですけど、まあアストンさんもちろんまるっとコピーしましたし、まあ、マクラーレンとかアルピーでも割とレッドブル型に行きましたよね。ああそう、最初フェラーリ、あのアルピーのフェラーリっぽい感じだったし、うん、そうだよね、マクラーレンはメルセデスっぽい感じでしたけど、うんうんうん、あとまあウィリアムズもそうですねみんなだからレッドブル型に行ってきた、はいはい、まあ、あの以前も言いましたけど、やっぱりどこまでそのコンセプトを突き詰めるかみたいな、うん、開発を熟成させるかみたいなところが重要ですけど、うん、まあ、レッドブル型は割とその手なずけやすいところがあるのかなっていう感じはしますよね、いろいろ聞く限りでは。メルセデスなんか特にゼロポッド方式は、うん、まあ、性能バンって出るときにはすごい出るんだけど、それを常に安定させて出させるのはちょっと難しい、惜しいところが狭いってことね、うんうん、それをいかに広くするかっていうのはまあ時間かかるっていうところがあって、目先のなるべく最初にボンと上げてある程度のところで高い平均点を取るのはレッドブル型の方が取りやすいんじゃないかっていう気はちょっとしますよね。みんながそこにコピーして模倣していったっていうのは、あ、そういうことね、結果としてそうなったっていうのはね、うん、まあ、でもこの記事で言われてるのは、まあ、あのこれパオロ・フィリセッティっていうその、まあ、技術系のイラストとか描いてる、まあ、割と長くやってる人ですけど、うん、まあ、ちょっとでもあのジョルジョ・ピオラーがやっぱり中心的でそういうテクニカルのイラスト解説みたいな、うん、ちょっとまああんまりパオロ・フィリセッティあんまり最近見ないよねみたいな感じですけど、うん、でもこれで言ってるのも結局、まあ、このここに記事に出てる絵はイラストは見ても全然さっぱり分かんないですよ。どこがフェラーリ型でどこがレッドブル型なの か似たような全然変わってないじゃんっていう、うん、どこが違うのみたいな、どこがレッドブルっていう感じですけど、実際、まあ、あのサイドポッドのこの上こうミャコってこう、ね、はい、あ、うん、あの水受けみたいなやつ、釣りができそうなね、はいうん、はそのままキープするって言ってるし、ほう、そのとこにあるこうルーバー、排熱ルーバーもキープするって言ってるから、うん、まんまフェラーリアンっていうどこがブルーフェラーリアンっていう、で、まあ、一応そのさっき言った通りサイドポッドの後ろを低く下げるっていうのは書いてあるんですよ。はい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 、だそれがまあレッドブル型っていう言い方をしてるんでしょうけれど、はでもまあそのイラスト見る限りでは、うん、そのレッドブルほど後ろまでは伸びてないっていう、うん、まあ、サイドポッド自体はそんなに長く後ろまで行ってなくてシュトッと落ちてるぐらいの感じなので、うん、まあそんななんか結局この後ろの絞り込みも予想のイラストでも結構絞り込みあって、うん、いわゆるコークボトル部分っていうのは結構前の方にあってリアタイヤの内側の部分結構がっつり空いてるみたいな、はいはいはい、そういう形状になってるんで、うん、まあ、これはレッドブル型とは言わんのじゃないかっていうちょっとだいぶこう大冗談にこう構えてしまった感じはしますけど、うん、これ外の人ってことじゃん、フェラーリの中の人がもちろんこういうこと言ってるわけじゃなくて、外の人が、まあ、じゃねえかっていう、ちょっとフェラーリ関係者から聞いちゃって
てみたいな、それを想像図を書いたっていう、だいたいこういうのって当たらないですね。まあだからそういうところと、まあ、あのサイドのロープロファイルって言い方してるんで、それちょっとどういう意味なのかよく分かんないけど、おそらくサイドポッドの下のえぐり方、まあ、いわゆるアンダーカットっていう部分ですけど、まあ、これもそのレッドブル型みたいにこう下を絞り込んでくる、うん、まあ、今年あのどのチームがどういうコンセプトで来るかちょっとまだ分かりませんけど、だいたいまあ去年型の延長線上で来るとは思うんですよね。さっき言った通り、うんうんうん、各コンセプトどこまで突き詰めるかが重要なんで。そうだよね、うん、だから、まあ、あのフェラーリ、ハース、アルファロメオは下そんなにえぐってはなかったじゃないですか、うん、サイドポート自体が結構大きくて、大きかった。これをうまくこうボコってやることによって後ろに空気持っていくみたいな感じなんで、うん、まあ、そこをこの人曰く下はえぐってきて、レッドブルみたいにがっつりえぐって後ろに気流流すみたいなことをやってくるんじゃないかと、ないかと、うん、その辺がまあレッドブル型って言ってるみたいですけど、うーん、ただまあそのサイドポッドをえぐろうと思うと中に入ってるラジエーターとかの配列やっぱ変わってくるので、うん、でもそこの冷却系の配列は変えないっていう、可能な範囲でサイドポッドをえぐるっていう風に言ってるんで、それでレッドブル型って言えるのかなっていう気はしますけどね。まあ、だからそれはちょっとこう釣りだね、まあ、かなり釣りな感はあります、うん、要するにサイドポッドなるべくちょっとコンパクトに絞り込みますよぐらいの感じだと思うんで、それをもってレッドブル型っていうのはちょっと難しい。フェラーリってそんなにボテッとしてるイメージはなかったんだけど、ボテッとしてたんだ、うん、サイドポッドはかなりでかい、うん、ああそうなんだ。ハースはなんかボテッって感じはした、ね、まあ、ほぼ一緒ですよ、ね、ハースと、あ、ほぼ一緒なんだ、うん、カラーリングで違う風に見えたのかな、まあ、そうは、まあ、ちょっとこうシュッとしてるとこありますけど、まあでも大体基本はボテッとしてたのね、でかいですよね、うん、だからまあじゃあそこを削ってくるだろうと、うんうん、まあでもこの記事でエンジン30馬力アップって言ってますからね、いやエンジン凍結されてますやんっていう、うん、そうだよね、まあ、もちろんそれは分かった上で信頼性目的って言ってやった改良で30馬力上がるっていう風に言ってるんですけど、うん、まあ、もしそうだとしたら、うん、まあ、他のメーカーからは当然横やり入りますよね、うん、馬力がアップしちゃいけないんでしょ、うん、だから信頼性が上がった結果攻めた使い方ができるんで30馬力アップするぐらいのことだと思うんですけど、さすがにそれもちょっと現実的じゃないですよね、仮にちょっと攻めた使い方ができるようになったというか、うん、まあ、去年のシーズン中盤戦以降ちょっと抑えて使ってたとしても、さすがに30馬力はないっしょっていう気がしますけど、ね、あ、そうか、もうかなりもう突き詰めてるからその、うん、ちょっと抑えて使って、まあ、30馬力は落とさないでしょうね、うん、逆に言うと最初シーズン序盤戦に出てたぐらいのパワーまで戻せればいいですけど、これさらに超えちゃうと、いやいやお前ら信頼性じゃなくてこれパワー目的で改良してるやんって言われちゃうと。ああ、そういうことね、はいはいはい、そんなに30馬力も本当に上がったらさすがに他のメーカーからもしくは FIA からちょっとフェラーリさんこれダメなんじゃないですかって言われちゃうでしょうね。まあ、何やった君らってまたなっちゃうってことね。まあそんなことはおそらくないでしょうけどね。はいはいはい、だから去年の凍結される前にちょっと最後ドーンと改良して、でそこで信頼性を確保したことによって今まで使えなかったとこのパワーが使えたとしてもさすがに30馬力はねえな、うん、もうそれぐらいもう各メーカー突き詰めてるって、まあ、いつもおっしゃってる、うん、そのまんまってことだね、はい、なるほどなるほど。これがまた勢力図が今年変わったらおかしいですからね、凍結されてるはずなのでねそうだね横並びで挟んで、いくら去年抑えて使ってましたって言ってもさすがに30馬力はいかないっしょみたいな、おまあね、それでまたその抜け道があるようなこともさせないでしょ FIA が、うんうん、まあ、これもオフシーズンならではの、はいはい、ヨタ話ということで、はい、まあでもあれですかね、今年の車、まあ、まだこれからでもう何を言っても想像の域は出ませんけれども、レッドブル型が主流になるのか、はたまたゼロポットが主流になるのか、まあ、でもニューエーさんはねゼロポットやられたって言ってたわけだから、ゼロポットを超えるようなゼロポット、レッドブルがゼロポット作ってキュ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 って、うん、なんかものすごいラジエーターとか開発するじゃん、うん、3分の1の大きさで同じ冷える能力がっつったらもうゼロポットももう取り入れ空気の取り入れ口も見えませんみたいなちっちゃくなりすぎちゃってみたいなエグレポットになっちゃってキュキュキュですよ、そうそうキュキュキュっていうまあまあそういうこともあるかも
ね、技術革新によってはあるかもしれないですよね。うん、知れないっていうことかね。まあレッドブル型って言っとくのがね、去年のチャンピオンだから。まあフェラーリが2023年はメルセデス型って言ったらあまりクリックはされないかもしれないですね、うん、そうだね、レッドブル型って言われた方がクリックはされると思うんで、まだ1月ですよ、これからですからね。これからもっともっとあの想像力豊かな人たちが、うん、いろんな、うん、いやいやいや、フェラーリは実はこうなるんだよ、なるんだよ、絵がたくさん出てくると思いますので、皆さん、タロユキもやっぱ作ってからニューエイさんの気持ちになってマイナスポットの車をちょっと描いてみたいと思います。それってあなたの感想ですよね。なんかデータとかあるんですかっていう。まあまあそういうことで、はい、フェラーリの2023年型レッドブル型になるかもっていうね、はい、あくまでもそれはあなたの意見ですよね、感想ですよねという、ニュースでございました。はい、この妄想ニュース楽しかったよ、良かったよっていう方はいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。